3年に1度、札幌で世界の最新アート作品と出会えるイベント、札幌国際芸術祭、前回は新型コロナの影響で中止だったため、来年1月に実に6年半ぶりの開催となります。きょうの記者発表で、実行委員会の札幌の秋元市長らは、今回のテーマであるラストスノーに込めた思いや、プログラムなどの見どころを発表しました。 札幌国際芸術祭2024は、札幌雪まつりの大通り2丁目会場など、市内の6か所で、来年1月20日からおよそ1か月間開かれる予定です。